港横浜波高し鶴田タイガー大一番、タイガーマスクの表情です。すでにその胸には決戦のゴングが打ち鳴らされております。横浜港の波が小さな春を乗せて打ち寄せてきます。デビュー3年目の春を迎えましたタイガーマスク、一世一代の大勝負をかけます。59年8月彗星のごとくデビュー、60年には世界ジュニアヘビー級チャンピオン、その後ヘビー級に転向、世界の強豪を相手に猛虎7番勝負、天竜との戦いで強さに目覚め、鈴田とのコンビで BWF 世界タッグチャンピオン、強豪デビアスをも破って大きく成長。猛虎7番勝負は3勝3敗、今日が最終戦であります。タイガーマスク、デビュー3年間の全てをかけた戦いだ。横浜で新しく新しい激しいタイガーが見られそうであります。デビュー以来最も望んでいた鶴田との対決、タイガーの胸中やいかに、今堂々の入場であります。さあそして受けて立つ鶴田の表情、全日本プロレスのエースに訓練して13年、さあ機は熟したぞ。鶴田の入場、海のように大きく強いジャンボ鶴田、港の汽笛が海の風が合図にこの大一番が始まります。後輩タイガーの挑戦を嬉しく思い、そして身をもってタイガーの成長を受け止める壁になると話していますジャンボ鶴田。しかし鶴田にとりましては絶対に負けられない一戦、タイガーを完璧に KO して天竜とベルト統一をかけて戦い、再び世界制覇を目指しますジャンボ鶴田。その堂々たる姿はまもなく港横浜に来航するあのクイーンエリザベス2世号のようでもあります。両選手堂々の入場であります。試合に先立ちまして、このタイガーマスク、ジャンボ鶴田両選手に豪華な花束が日本テレビ並びに番組のスポンサーより贈られました。45分の一本勝負、格好対決、鶴と虎の戦い、猛虎7番勝負最終戦、鶴とタイガーマスクの一騎打ち、初対決であります。猛虎が250ポンドタイガーマスク、肉を切らせて骨を立て、玉砕だタイガーマスク。猛虎が270ポンドジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田、天竜を見ているタイガーマスクはお前だ、ジャンボ鶴田紹介されました。さあ武志さん、同門対決、もうこの7番勝負3勝3敗で迎えた最終戦、タイガーマスクにとりましてはデビュー3年間の集大成、一方はジャンボ鶴田、天竜で2連敗しましたがタイガーを倒して天竜と決着をつけたい、さらにはベルトの統一の野望を持つ鶴田、背水の陣同士の戦いですね。あらゆるいろんなドラマを秘めたですね、まさに最高の戦いになりそうですね。そうですね。さあ天竜との戦いでは猛虎7番勝負、このタイガーマスクが先制攻撃を受けましたが、今がっちりと握手、両コーナーに分かれました。タイガーコール、鶴田コール、45分一本勝負、今ゴングが鳴りました。右に回ったタイガーマスク、同じく右に回るジャンボ鶴田、武井さん、この一戦にどんな戦いを両者に臨みますか。まあ、ともかくですね、まあこのシリーズに入ってからちょっと2人の間に契約のムードがあったんですけどもね、はい、今日はやっぱり猛虎7番勝負のファイナル、ラストマッチですからね、何が何でもやっぱ組んだいい戦いを見せてほしいですね。そうですね。しかしこのタイガーマスク、猛虎7番勝負始まった時から最後は鶴田とやりたいとアピールしておりましたタイガーマスク、誰よりも世話になった鶴田を倒すことで恩返しをして締めくくりたい、こう話しています。まあ、兄弟子を示したからにはそれなりの覚悟がこのタイガーマスクあるんでありましょう。武井さん、そうですね、当然ですね。猛虎7番勝負第1戦は安にピンフォール負け、そしてフランク・ランカスターに勝ち、フレアに負け、原に反則勝ち、天竜に負け、そしてデビアスに勝ち、そして3勝3敗最終戦を迎えたわけであります。まあ、タイガーマスクがこの鶴田を最終戦にあえて持ってきたと、指名したと、それも始まる前からですよ、猛虎7番勝負。どの辺にあるんでしょうかね。まあ、我々の中にはですね、今年の1月2日のそのカートヘニング戦でですね、これを7番勝負のラストにしたらどうかという声もあったんですけどもね、あえてやっぱりタイガーはラストはジャンボとやりたいと。なるほど。そこにですね、やっぱりそのタイガーがですね、この人にいかにかけていたか、やっぱりタイガー身長、おそらく何か期するものがあって、やっぱり鶴田を指名したんだと思いますね。まあ、先週放送の秋田大会、この鶴田の試合に乱入しましたタイガーマスク、注目したタイガーマスクですが、それもタイガーのこの猛虎7番勝負をいかに大切し、そしてこの必死の思いであったか、この先輩に対して心の中の壁を取りたい、
そういった部分に解釈したらいいですか。やっぱり自分自身でやっぱり吹っ切れたいだと思いますね、これは。でジャンボ自身にもですね、はい、やっぱり一つの互角の気持ちでやっぱり戦ってほしいという願いがあったんじゃないですかね。なるほど。さあ肉クシャタイガーマスクの命であります足を攻撃。タイガーマスクは膝にこれまでいくつもの怪我を負ってますからね、竹内さん。確かにタイガーは膝に爆弾を抱えてますからね、はい、しかしヘッドロックですぐ返していきましたタイガーマスク。ズバリプレッシャーはある、夜寝るときにパーッとこの一戦のことが頭に浮かんでくるんだと、怖いから正月戦場でオフの間猛特訓をしたと、このように話していますタイガーマスクです。まあ、普段はボソッとこう話すタイプですが、はっきり勝ちましたこのように言っていました。どうです、マスク越しに竹内さん気迫が伝わってくるようじゃないですか。非常に目が厳しいですね、特に今日はですね、イングに上がってからタイガーの目が非常に厳しいものを持ってます ね。一方の鶴田、身をもってタイガーの成長を受け止める壁になるとこのように話していました。竹内さん、この単なる後輩と見たら危ないですね。そうですね、まあ、やっぱりジャンボにとってですね、タイガーはやっぱりですね、安が倒しですね、天竜が倒している相手だけですね、やっぱりその当然2戦との比較という部分があるわけですよね、まあ、そういう意味では絶対に負けられない一戦ということが言えるわけであります。ヘッドロック離しません、タイガーマスク踏み応えました。まあ、タイガーマスクばかりでなくですよ、これは高野ですとか高木ですとか田上ですとか、このタイガーマスクの後に続くこの若者たちのこの若い世代を引っ張る意味でも注目される一戦なんですよね。タイガーにとってはですね、やっぱり自分がその前を見てるだけで後ろにはもう次の世代が来てるわけですよね。そういう部分でもやっぱりタイガーはですね、ここでやっぱり自分の時代のですね、新しいレスリングをきちっと見せなきゃまずいですね。そうですね、まあ、天竜との戦いでは目の色を違えてなかったこのタイガーマスクですが、鶴田とも非常に厳しい表情で戦っています。竹内さん、この鶴田はですね、天竜とは違った怖さがあると言ってますね。これはやっぱりジャンボルの懐の深さといいますかね、ともかく何を仕掛けてくるか分からない怖さでしょうね。さあまた2クラッシャー、足を狙いに行きました。まあ、しかしこの天竜に負けたことで強さに目覚めましたタイガーマスク、本当に自信がついた、このように言っています。天竜も一番この向かってきた、このその後成長したのはタイガーマスクだと、このように話しています。最強タッグでの戦いではこの鶴田が、あるいは奴が本当にこのタイガーマスク戦危なかったと、このように話しているんです。それからタイガーマスクはその天竜の目も気になるということを言ってたんですがね、これがですね、非常にやっぱり我々にとっても気になる発言といいますかね、どういう意味を含めているのかですね、これはやっぱり不気味な発言だったですね。そうですね、しかしこの鶴田天竜といった目標があって思い切りぶつかれる相手がいるというのは素晴らしいことであります。タイガーマスク、鶴田天竜、やつを破って天下取りに食い込みたいところであります。さあ鶴田が動き出してきました、足攻撃から今度はボディへ膝を打っていった。さあ強い足だ、あっと今度はヘッドバット、ですね、フライングヘッドバット、これを出すときはタイガーマスク調子がいいんです。すかさずフライングメイヤーを抑え込んだタイガーマスク、離しません、サイドのヘッドロックに取りました。武井さん、このタイガーが勝つための条件ってのは何なんですか。そうですね、これはちょっと非常に今のやっぱりジャンボの力が見えてて、タイガーが攻略するのは難しいポイントがやっぱりかなり多いと思いますね。ですからやっぱりおそらく一発の逆転技ではですね、ジャンボは攻略できないと思いますね。ですからとにかく成功法で攻めて棚からなんか突破口を見つけていくしかないんじゃないですかね。まあ、このタイガーには速い動きとそれから空中殺法がありますが、それはどうですか高橋さん。これもジャンボはかつてですね、やっぱりその自分も空中殺法を使ってましたからね、そういう部分でやっぱりタイガーの空中殺法はジャンボ十分に読み切れると思いますね。なるほど、まあ、手の内を知り尽くしている同士、こういうことも言えるわけでありますが、さあエルボーを落としていきましたジャンボ鶴田。あの天竜との戦いでタイガーはしみじみ分かったと言いますが、この鶴田天竜のスタミナということを言ってるんですよね。これやっぱ試合中のスタミナ配分のうまさなんですよね。あ、なるほどね。ですからまあ序盤戦そうそうスピードアップした、このヒートアップした攻撃は仕掛けられないかもしれない、その辺のスタミナの配分も考えていかなければならないと、このように話していましたタイガーマスク。ですからグラウンドでの展開が多いんですよね。ただですね、やっぱりタイガーの場合はですね、やっぱり突破口というのはやっぱり攻めていかなきゃ一つの突破口が見えてこないと思うんですね、逆にジャンボは受けた上にですね、やっぱり自分の一つの逆転技というものを持ってますからね、はい、この辺のやっぱり作戦の違いといいますかね、そのタイプの違いがやっぱり勝負に大きく影響してきそうな気がしますね。ショルダーアタックタイガーマスクが勝ちました。さあまたグラウンドでの展開です。タイガーペースでここまでは進んでいますが、鶴田もじっとこのチャンスを伺っている、そんな感じであります。
まあ、タイガーはこの天竜の目が気になるということを言いましたけれども、まあ、それ以上に気になるのがこの鶴田なんですよね。当然ですね、当然会場のどっかでこれやっぱり天竜選手も見てると思いますからね。その天竜対ハンセンは今夜のメインイベントダブルタイトル戦、まあ、メインイベントを奪われた悔しさもジャンボ鶴田当然あるでしょう。さあ動きが早かったドロップキック、空中殺法第1弾ドロップキック、そのままカバル体勢カウント1で返しました。天竜に、ま、反則勝ちと、リングアウトでではありますが2連敗を喫しましたジャンボ鶴田、ま、タイガーマスクを倒さねば竹内さんこの天竜との戦いというのもないわけですからね。そうですね、やっぱり3度目の戦いをですねよりやっぱりグレードの高いものにするにはですねまずタイガーを倒しておくことですね。竹内さんお話のようにやつも天竜もこのタイガーマスクにピンフォール勝ちをしております。当然竹内さんこの内容が問われますからね。当然そういうことですね、はい、バックドロップ早いですね。おーっと目にこれは素晴らしいですね。バックドロップスものすごい弧を描いたタイガーマスクを奇襲しました。バックドロップ強ついて打っていきました。さあジャンボ鶴田が動き始めた。さあしかしここでタイガーコールが待っている。ジャンピングにタイガーコールを引き裂くようなジャンピングにタイガー危ない。カウント1で返しました。ハンセンが天竜が鶴田がこの全日本の最強の男を決定しようじゃないかとこのベルトの統一を叫んでおります。その第1ラウンドが今夜ハンセン対天竜の戦いがここ横浜で行われます。それを睨んでの戦いジャンボ鶴田ハイルドライバーカウント1。ここから動きが速くなりそうであります。序盤戦はグラウンドでの展開タイガーペース、バックドロップからガーゼン流れが変わってきた。ダーブルアームスープレックス人間風車どうです。ジャンボの攻めには本当に余裕がありますね。大技を寸分の狂いもないですからね。一つ一つ助けさんこの確かめるように出しておきますね。さあ次なる技は何でありましょうか。もしメインイベントで天竜が2冠王になればいよいよ鶴田対天竜の第3ラウンドトリプルマッチという竹内さん夢が膨らむわけですね。それだけにですね、はい、ここはまずジャンボはタイガーを料理してね。そうですそうです、天竜も阪神を料理してほしいですね、はい、ベルトの統一天下取りは俺しかできないという鶴田。さあ後ろを向いたキック、さあタイガーマスクもう一回キックバックスキップキック、今度は空中殺法でしょうか。さあパンチャーか思い切ってスライディングキック、スライディングキック鶴田2メートル吹っ飛びました。さあそして今度は狙っている、これは飛びたいですね。狙っている飛ぶか、おーっとウルトラタイガーだった。これは素晴らしいコーナー最強弾ではなくてまた見ましたね。アクロバットを見ているようにトップロッカーのウルトラタイガードラップ、これはすごい。天竜さんの時にはこのコーナーポストの上からのパンチャーでしたが考えましたね。これはですねタイガーがデビューした年にですねこの横浜であの技を使ったことがあったんですよね。そうですそうですそうです。そしてタイガーマスクがまだ空中殺法を狙っているのか。あーラリアットタイガーラリアット、さあこの後の攻めまた飛びますよ。おトップロープコーナーポスト何だいったね、素晴らしい高さだったんですね。しかしこの空中殺法は危険と紙一重、タイガーマスクはいつもこの怪我と隣り合わせで戦ってきました。決して両者の具合は良くないんですが果敢にプランチャーを打ってきました。タイガーマスクがまず入ります、タイガーマスクが入ります。しかし右の膝を気にしていますタイガーマスク。鶴田はどうでしょうか。あ鶴田です、どうですか鶴田。あタイガーちょっと足を引っ張ってますね。そして鶴田の方にもちょっとダメージが残っているようでありますが、あキック、あのババア選手にも容赦なく打ち込んでいったキック攻撃4発目、そして5発目、タイガーマスクがいった。そしてさらに空中殺法か、甘く見るなよタイガーマスク。さあ今トラが打ち出しミサイルキック、ジャンボ鶴田120キロが早くカバーに行きたいですね。カバーに行きたいタイガーマスク。さあ将来へのファイト、さあ惜しい1試合ごとに成長していますタイガーマスク。常に前向きのファイト、若さが武器であります。さあ将来を担いわーっとジャーマンあの天竜からカウント2を奪ったジャーマン、これもカウント2。竹内さん久々にすごいタイガーを見ましたね。素晴らしいですね、ここが勝負どころのような気がしますね。アースに向かって打て鶴田を打てタイガーマスク、頑張れ第3世代、体を張っている。
命を張っている。ボディスラム、数秒の攻撃は何か、押せ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 、さあ行くか行くか行くか、行け行け行ったぞ。なんだ、膝が待っていた。悶絶するタイガーマスク、よく見ていたジャンボ鶴田、これがジャンボの怖さですね。まさなんですよね、微妙に体をずらしてやっぱり両膝を曲げましたね。よく間合い分かっていました、見ていましたジャンボ鶴田。さあ右のサポーターを上げたぞ、右の膝のサポーターを上げたぞ。さあジャンボ鶴田にも空中殺法があるぞ。さあ鶴田の懐は深いぞ、キッチンシンク、厳しいキッチンシンクだ。鶴田も左膝を引きずっている。さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田の反撃が始まりました。ゆっくりリズムで、ゆっくりリズムで、あの海のように大きく強いジャンボ鶴田が動き始めました。さあ普通のこれがタイガーマスクになります。ストンピング攻撃だ。やはりこの竹内さん、鶴田は強い、強いし、強いことがやっぱり深いですよね。スタミナがあります。わーっと打ち下ろすようなエルボーです。まさかりのようであります。今度はなんだ、キッチンシンク、キッチンシンク、返し技、返し技、返し技、足を取った、目が離せません。タイガーマスク、虎は死んで皮を残すという言葉があります。肉を切らせて骨を立てという言葉があります。タイガーマスクもしぶといよ、竹内さん。しかしですね、ああいう返し技でやっぱりジャンボは料理できないんですよね。そうなんですよね。あっとバックに回った、今度はどうか、これも返し技、そのままローリングクラッチ、ローリングクラッチ、あっとやはり竹内さんダメです。ジャンボはね、本当やっぱ返し技をもう知り尽くしてますから ね、 ね。さあそして今度はあっと浦上だな、広角のヘビが村上、あっとカウント、くメキシコサッポー、メキシコサッポー。タイガーマスク気遅れはないんですがね、竹内さん、ここで、ね、気を抜くと逆にジャンボにつけ込まれるんですよね。あ、ドレッサーさん、喉でタイガーマスク、あーロープに喉を打った。これもジャンボが計算したんですよ、竹内さん。計算してますね、ちゃんと誘ってるわけですよね。なんとそしてバックドロップ、バンジーキュースか、88点、バックドロップが飛躍カバーしました、タイガーマスク受けましたね、返しました、必死の思いで返しました、タイガーマスク。さあ強いトヤになれ、強いトラになれ、タイガーコールが聞こえるか、身を鍛え心を鍛えよ、タイガーマスク。バックドロップ2連発か、2連発か、足を取っての首固め、視力を尽くす、やっぱり返しの技じゃダメだ。タイガーマスク、どうやって攻めたらいいのか。さあ鶴田が飛んでジャンプラリアットだろう、おっ飛ばした、ジャンプエルボー、すごい火花が散っている、汗が飛び散っている。2回目のバックドロップ、これでダメだろう、タイガーマスク残念だ。カウント3、最後はジャンボ鶴田、バックドロップ点からも当たり8番、やっぱり鶴田は強い。竹内さんいかがでした。タイガーもですね、あれだけのいろんな技を出してよく頑張ったんですけどね、はい、やっぱり最後に決め技を持ってるか持ってないかの差でした ね、 もうこの7番勝負、最後はこのジャンボ鶴田最終戦敗れました。これでもうこの7番勝負、残念ながら3勝4敗ということになりました。しかし、あージャンボとタイガー握手ですね、竹内さん、爽やかですね、日本人対決、同門対決、それから新旧対決、こうありたいですね、竹内さん。やっぱタイガーはやっぱりこういう戦いを望んでたんだと思いますね。はい、タイガーも頑張りましたよね。よく頑張りましたね、まあ、竹内さん、最後このもうこの7番勝負3勝4敗負け越してしまったんですが、この7番勝負全体をちょっと総括していただきましょうか。これはですね、はい、始まった当初から言われたんですけども、星の誕生よりもですね、やっぱり試合の内容だったわけですよね、そういう部分ではですね、このもうこの7番勝負僕は大成功だったと思いますね。やっぱり天竜戦、デビアス戦で、はい、今日の鶴田戦を見てですね、タイガー間違いなくやっぱり大きく成長しましたからね。なるほどね、まあ、これで堂々とヘビー級の戦いの中で天竜や鶴田や、この成長ぶりを引っ提げて天下取りレースにこの食い込んでってほしいですよね。自分から自信を持ってやっぱり割り込んでいくわけですね、はい、そしてこの鶴田ですが、これで天竜との戦いに一直線弾みをつけましたね。もう今のジャンボにとってはその戦いしかないですね、はい、そうですね、全日本軍の2大エース、ジャンボ鶴田、そしてタイガーマスク、相見舞いました。もうこの7番勝負最終戦、結局このご覧のタイガーマスクが鶴田のバックドロップ2連発、14分38秒片指固めで敗れた一戦でございました。しかしタイガーマスクよく頑張りました。